こんにちは、速稼塾の久保です。今日はですね、億万長者合宿リメンバー吉田さんからのご質問で、人生とは何ぞやということでね、聞かれましたんで、私シンプルに答えたいと思います。これ完全にですね、シンプルですね、一文字で、夢ですね。夢っていうとファンタジーみたいなポワポワっとね、明るいものをイメージしますけども、まあ私の言う夢っていうのはどちらかというと無に近いですね。何もないっていうのに近いです。で、なんでね、夢っていう言葉を今この瞬間選んだのかと言いますと、まあ人生ってのは諸行無常なんですよ。なんかいろんなことを考えるんだけども、その通りに行ったり行かなかったりすると。で、今日固定したものも明日はね、不安定になっていくと。で、かと思えば今まで不安定だったものが安定していくとかね、まあいろんな見方があるなというところで、私は夢なんだろうなと思います。もうちょっと分かりやすく砕いて話すと、夢を叶え続ける人生を送る人もいれば、ずっと自分の思い描いていた目標を夢のようにね、妄想してるだけで人生が終わっていく方もいると思います。当然私はね、前者を選びたいなと思う方なんですよ。何かをやりたいなとかね、物欲が生まれてきたらすぐに消化するとかね、不安が生じたらすぐに打ち消すと。で、もし自分の欲望が満たされなくても、そして自分の不安が打ち消されなくても、まあ人間生きてることっていうのは夢のようなもんだなと。自分にはどれだけ大事件だと思っても、自分以外の人間にはどうでもいいことであったり、それから地上にはですね、75億人の人が住んでると言われますけども、75人の人が本当にいるのかどうかってことも夢のようなもので分からないなということなんですよね。そして今吉田さんが動画を送ってくださってますけども、もしかしたらね、吉田さんはもうこの世にいなくって、 YouTube の自動システム、自動動画配信システムが私にメッセージを送ってくれてるのかなとか、ね、思ったりもするんですよ。で、今北朝鮮のね、キム・ジョンイルさんがもう死んでるんじゃないかなって説があるんですよ。死んでるのにそっくりさんがずっとメディアに出ていると。そして過去の映像とかを組み合わせて生きてると思わせてるみたいなこともありますけども、これもまあ夢のようなもんだなと思うんですよね。人生ってのは諸行無常、全てにおいて夢のようなものだなということですよね。叶おうが叶うまいが、どう生きてようが、なんかね、ドラマを見ているのかなと、妄想のようなもんだなと。そして100年経ったらみんないなくなると、夢のような話じゃないですか、人生ってのは。時に深刻に、時にね、斬新に、時にあっけらかんと捉えることがある。私たちはいろんな思い煩いを持ってますけども、究極ですよ、究極なんですけども、私には生まれたばかりの子供がいます。まだ3ヶ月なんですけども、じゃあこの3ヶ月のこのね、息子がね、笑ったり泣いたりするわけですよ。そこに思考や記憶は感情はあるかって言ったら、私はなくて、条件反射のなせる技だと思ってるんですよね。で、そこに対して見てる人が勝手に、あ、何々で喜んだんだよとかね、何々をしたら泣いたんだよとかっていうふうな理屈付けをするとかね、それがよくある話ですけども、子供を抱き上げながら勝手にね、ストーリーをこっちの方で作っていくみたいな感じですよね。まあなんかね、私はね、私はですよ、何が起きても夢のようなものだなと思います。人生は夢のように素晴らしいもの、ふわふわっとしたファンタジーのようなものって捉えることもできますけども、どちらかというと私の考えは無に近い夢っていう意味でニュートラルなんですよね。そこには何もないのかなと思います。もともと何もないと。そして何かがあったような気がしても次の瞬間消えていくということかな。私はね、今日はそう思ってますね。ですからね、なんかね、借金っていう問題が一番分かりやすいと思うんですけども、借金があると思えばそれはそこにあるんですよ。でも借金があるんだけども、自分の思考に上がっていかなければね、それが悩みとして上がってこなければ、借金はないも同然だと思うんですよね。どうですかね。あとね、彼女がいるとかいないとかって問題がありますけども、彼女がいないとかね、家族がいないって思うことをネガティブに考えれば、それはなんかね、達成できてないなと思いますけども、いない方がいいという考え方もあるんですよ。これも夢みたいなもんですよね。じゃあ10代の頃どんな考えで恋愛や家庭、家族ってものを考えてきたかっていうことと、20代、30代、40代どういう風になっていくか、60代、70代どうなっていくか、諸行無常なんじゃないかなと。本当に夢のようなね、話で、昔はこう思ってたけどもそれが勘違いだと分かったとかね、強く信じていたんだけども自分の見る目がないだけだったとかね、それとも自分がついていっちゃいけないと警戒したものが実は真実だったとか、で、自分に対しては真実だったんだけども他の人に対しては詐欺だったみたいな話もありますよね。だから結局
私がね、あの吉谷さんの動画を見て思うのは、私しか思えないことなんですよ。当たり前ですけどね。私がいくらね、吉谷さんとの関係を人に一生懸命話したところで、その人と吉谷さんの関係がじゃあ私と似たようなものになるかどうかってことは分からないんですよね。だから巷に溢れている情報商材とかなんとか塾ってありますけども、自分にとってはものすごくいいもんだったけども、自分以外の感情と余剰時間と余剰資金とそれから思考力とかね、記憶ってもの、能力ってもの、力量を持っている人には本当にそれが自分の感じられたいものになるかどうかわからないんで、レビューってのは、まあ、ある程度ね見てしまうんですけども、まあ、たくさんの意見があるけども自分の意見ではないよねって思うことはすごく大事なんではないかなと思います。はい、ぐだぐだ話しましたけども、もう一回申し上げますけども、人生とは何ぞや、夢のようなもんですね。イリュージョンですよね。まあドリームというよりもイリュージョン、幻ですよね。そういうふうに考えた方がいいのかなと思います。今日一日を苦痛が来る一日と思って朝を過ごすのか、それとも喜びに満ちた一日になると思って一日をね過ごすのか、これも妄想であり自分の思い込みであり、まさに幻のようなものではないかなと思います。織田信長もね最後に言ったと言われてますけども、人間わずか50年、下天のうちに比べれば夢幻のごとくなり。そうなんですよね。天下、世の中に比べたら人間の人生なんて夢か幻みたいなもんだと、シュパーッとね消えていくんだと。自分がどれだけ思いを込めても自分以外の人の心にはどう映るか、それあんまり関係ないのかなとかね、いろいろ思っちゃいますよね。いや、織田信長のねその歌だけは小学校の頃にね私見て強く深く感じるものがありましたね。人間わずか50年下天のうちに比べれば夢幻のごとくなり。なるほどなと思いますね。それではいってらっしゃい。